今日、前屈？うん、違う違う違う。半屈。腰部と、この仙骨と座骨神経の周りをしっかり、経絡っていう形で通したいと思います。膀胱経っていう経絡があるんですけど、そこに針を刺して、実際マッチャに流れてるよっていうのを実感していただきます。下半身ってなんで大事かって言ったら、彩下丹田っていうでしょ。聞いたことないですか？ないです。へその下に丹田ってところがある。丹田を聞いたことある。はい、その丹田です。その丹田が力が入ってないと、その生殖機能っていうのが弱っちゃうんですよね。で、その時に必要なのはここです。はい、仙骨っていうところがあって、そこには副交感神経を優位にする、神経がいっぱい通ってるんですよね。はい、で、この骨盤内のその副交感神経っていうのは、この仙骨の血流量が大事です。それは血流が今良くないんですか？その血流は良くないので、そのさっきふらついたでしょ。ふらついた。っていうのはそういうことにつながるんですね。じゃあ、ほら、よく腰痛でもさ、はい、チェックをするじゃないですか。はいはい。だから腰痛と僕の下半身は、はい、結構似てるは似てるんですか、原因的に。腰痛と下半身は似てます。腎臓が弱ってるかもしれない。はいはい。その腎臓とこの腰痛っていうのは結構一致してるんですよね。2個1ぐらい。2個1。マジか、はい、不妊治療って言ってさ、はい、男性不妊もすごい増えてるじゃないですか。そうですね。それと僕の今日のお悩みは、はい、これも2個1。2個1。不妊治療とかやりたいよっていう男性も来て OK。はい、そうですね。じゃあ僕がこれから、子供10人頑張って作って野球チーム作りたい。はい、これは全然余裕できるんです。余裕できるようにしましょう。よーし、はい、野球チーム作ろう。はい、まあ、響かせ治療っていうよりは針を長く置いとくことが大事なんで、はい、僕はあんまり響かせないです、基本的に。ああ、オズームさせないってことですね。そうですね。ただ場所によって、例えばその筋肉が密集しているところとか凝ってる場所っていうのは、うん、オズになることもあります。ただそれも最小限の刺激量、怖くならないようにはさせていただくんですけどね。はい、この下半身の衰えでですね、はい、一度経験したそのお薬がですね、はい、頭痛がひどいわけですよ。はい、まあ、あんだけちょっと頭痛がひどいと使いたくなくなっちゃうからですね、はい、僕みたいな人たちが当然いると思うんですよ。はい、なんていうの、薬が合わない人たち、あ、はい、使えない人もいるのかな。使えない人もいます。うん、病気がね、はい、その例えば高血圧とかの人とかって使えないの？バイアグラ自体がその神経を興奮させるものなんで、はいはい、血圧が余計に上がっちゃうっていうのはあるですよね。はあはあはあ、はい、血流を良くするための薬なんで、はい、そういう人はさ、でもそれでもやっぱ子供が欲しいよねとかっていう人多いと思うんですよ。はい、ほんでもってほら、晩婚になってさ、はい、こう子供を産む年齢層がちょっと上がったでしょ。10歳ぐらい上がりましたね。ってなってくるとさ、昔のその20代で産んでた子たちがですよ、今30代40代でも全然平気で頑張るというか、はい、ってなってきた時に、そのやっぱりね、その僕と同じお悩みを持ってらっしゃる方たちがいて、でもこう西洋のお薬使えない、いいじゃない。そうですね。だから西洋もいいところがあれば悪いところもあるんです。で、東洋も逆に言ったらそのメリットデメリットってもちろんあります。うんうん、その両方とも知って自分で判断するっていうのを、もうこのように情報出回る社会になったんで、患者さん自身が理解しないといけない時代なんですよね。その上で僕らが説明する能力っていうのが余計に求められるようになったんです。まっちゃん、上げていきましょう。よです。電気いきます。来た。おそらく多分今までで感じたことのないような。で、ここが仙骨です。仙骨ですね。はい。で、まっちゃん、今からこのお尻いきますよ。あ、来てる。で、これ見てもらいたいんですけど、ここ、ここが、膀胱の経絡を通してるんですね。膀胱の経絡。膀胱に経絡なんかあんの？はい、うわぁ。来た。これはね、高木くん、元気になるよ。うわ、ああ、いいですね。いや、でも、だいぶ。これ、強気で強い方がいいですか、やっぱり。我慢するほど強いのは良くないです。あ、じゃあ、やっぱ我慢できるぐらいがいいんですね。はい。もう、今はこの全然我慢できますよ。やっぱりね、私ね、日本子だから万歳の会会長でございますけどもね。はい。
あの会長としましてはですね、これで、ね、この男性不妊女性不妊ってもう同じぐらいの確率なんですよ、はい、そうですね、原因が、はい、でこれでね男性不妊問題がね解決していくとですね、はい、全然いいですね。やっぱりねもっともっとねあの子供を産んでいただかないとですね、皆様に日本の少子化問題を解決してもらわないといけないですね。そうなんですよ、我々の老後もね、はい、日本のこれからの安泰も考えたうちにですね、はい、やっぱ子供がもっともっとですねできてくれると嬉しいなと思うんですけどね。難病先生とこの針、まあ、長いよね。まあ言えばそのよくね日本の鍼灸師って、うん、刺す自分の刺し方にこだわる人が多いんです、うん、でも働くのって針じゃなくてツボなんです。あ、だから大事なのって針がどれだけ異物かってことなんです。体の中に入れたら異物って、人間ってその異物が入ってきた時に守ろうとする働きって絶対出てくるでしょ。それが大事なんですよね。あ、だからやっぱ長ければ長いほどいい。その異物を追い出そうとしてツボの周りに血液が集まってくれるんですってことですね、はい、でそのツボっていうのは例えば生殖系に届けてくれるところだったりとか、うん、内臓に届けてくれるところ、脳に届けてくれるところっていうのが大事なんですよね。こう血液が集まってるんですよね。これフレア反応とかっていうんですけど、これが赤くなっててしっかり仙骨内の血流量を増やしてるってことになるんですよね。これで見てわかります。それがこれで良くなるんだったら男性は来た方がいいな。今からやるのはおじいの針をやります、はい、やっぱもうやっぱおじいなんですね。徹底的おじい、徹底的におじいです。おじいと自律神経。そうですね、はい、普段の、はい、こう私生活で、はい、こういうことやった方がいいよみたいなのってのあるんですか。睡眠と食事はマジで気をつけた方がいいですよね、だから取りすぎ良くないよ問題ですね。ほどほど、はい、寝すぎも良くない。寝すぎ、睡眠の質ですよね。寝たら OK じゃなくて、その睡眠 の, その深さだったりとかっていうのがやっぱ大事ですよね。今の食事ってやっぱ炭水化物とかが多いので、糖分の摂取量っていうのがやっぱね過剰にできてるのがタンパク質ですよね。精子の栄養ってやっぱタンパク質なんで、うん、あの魚、肉だけを取るんじゃなくて魚もちゃんと取ったりとか。まっちゃん頭痛くないですか。頭痛いですよですよね。うん、痛いです。これ何ですか。これ僕の頭が悪いからとかそういうことですか。あ、ではなくて、ではなくて、うん、頭の針を深く入れないと脳の血流量に影響を及ばないですよっていうことです。睡眠を誘発するためにその脳の機能を回復する目的だったら、はい、終わりです。しっかり深く入れるっていうのが大事なんですよね。深いよね、はい、いつも深い。これは本当に難病先生の真骨頂でございますけどもね、はい、でもこんだけ長い針をブスッと刺してですよ、これぐらいの痛みであればですよ、こちらだってね、範囲内でございます、はい、来年再来年ぐらいはもう撮影もできないぐらい忙しくなってる可能性ございますね。いやでももうファンチャンネルにはお世話になったので、ファンチャンネルには恩返しはします。いやもう恩返しをね、もし、はい、していただけるのであればですね、はい、先生、はい、全国から先生のところに来るでしょう、はい、難病、いろんな難病の方が、はい、こっちから出向くってことはできないか。できればね、この難病っていうものがもっともっとネガティブに考えるものではなくて、はい、ポジティブに考えれるものなんだから、はい、頑張れるよやれるよっていうことをね、はい、もっともっとこう広く広めたいのですよ。なかなか外に出れないんですよね、難病がきつくてっていう方当然いらっしゃると思うから、はい、そういう人に向けてですね、はい、我々から出向くという企画がファンチャンネルであってもいいんじゃないかと、はい、僕がお力になれるのであれば全然協力します。それはもう北は北海道から南は沖縄まで、はい、行きますもん。行くね、はい、だから皆さん本気で難病なんとかしたいけど今んとこなかなか大阪来れない、東京来れないって人募集します。もう打つ手がないと思ってるあなた、もしかしたらあるぞ、もしかしたら打つ手があるかもしれないので、ぜひまずあなたの声をうちにDM で送っていただきたい。それで、これだったらいけるかもしれないと
我らの力であなたたちを救えるかもしれないっていう、そんなあなたたちを救いたい。でそれを見ていただいて、一人でも多くの難病を抱えている人たちが、あ、私たち皆にチャンスはあるんだなと思っていただけるような、そんな動画をぜひ撮りたいと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、頑張ります。撮影中に急遽決まりましたね。言ってみるもんないや、もうそれが恩返しになれたらいくらでもしますよ。いやいや、もうそれが一番の恩返し。僕にラン、はい、ジョジョ園のランチをおごることより、そっちの方が僕はめちゃくちゃ嬉しいです。はい、はい、あの最悪あれだな、もう北海道とか沖縄って言わずね、もう海外にも、もう世界に行きます。世界に行きましょう。はい。